楽しかったですね。でもやっぱこういろいろ緊張もしたし、なんかもしまた次読んでいただけることがあるんであれば、もっとなんかちょっとお二人が触れたことないこととかやりたいなと思いますし、自分の持ち込みで小道具も作ってきて、なんかお二人にいろいろ楽しんでもらえたらいいなと思うんで、ちょっとまたリベンジさせていただけたらなと思います。でもとにかくすっごい楽しかったです。ありがとうございました。ネタバレするなら、そうですね、まあその多分これを見てくださってる方はその1本目の感想とかも見てくださってるかもしれないんですけど、そのやっぱりもっと企画を練るべきだったなというところは、はい、自分の得意なものをちゃんと見せるっていうのは大事だったなっていう感じはしました。でも悔いはないです。ありがとうございました。